ボシャボシャ。こざっす。今日はですね、山もみじ持ってきました。じゃがちゃんと。これは去年の大宮大盆栽祭りでゲットしてきた山もみじ。冬になるまで、そこまで大きな手を入れることなく放置して、で、全剥がり、落葉した後に軽く剪定して、この形を作って、石灰溶合剤塗って白くして、今の状態にありますよ、という感じで。で、まあ、ここからね、枝を作って、粘りを作ってっていうのをやっていくんですけど、これね、去年放置してたからわかるんですけど、鉢がでかい。この木に対して鉢がでかい。で、めちゃくちゃ土入ってて、全然乾かないですね。他の鉢が、朝乾水して、次の日の朝、乾いてるような状態でも、こいつはね、2日3日乾かない。そういう感じの、他とね、バランスが取れない。すごくやりづらい鉢に今入ってるんで、ちょっとね、鉢のサイズちっちゃくしてみようかなと思ってます。もう、抜けちゃうのね。よっ。土はね、新しいんですよね。全然。根っこもそこまで回ってないですね。ただ、黒ずんでるとかそういうことはなさそう。ちょっとここが怪しいけど、これぐらいだったら全然許容範囲なのかな。うん。ちょっとね、赤玉単体っすね、こいつ。いくらなんでも乾きが遅すぎるんで、今日は、これを植え替えて、プレステラ入ったらプレステラに入れたいんだけど、ちょっと厳しいかな、プレステラ。もう、パツパツなんでね。ちょっと厳しいかな。これを、でも、こうしたら入りそうな感じもするんですけどね。ちょっと厳しいかな。どうだろうな。まあ、無理だったら、ちょっとこいつとかどうかな。サンゴ、アサバチダオ。この辺に入れていきたいんだけど、まあ、どうしても無理なら、まあ、そこまで無理せず。これ4号ね。4号のダオ。4号のダウンでも、まあ、多少はね、サイズ感は抑えられるかな。あんまり変わんないね、土の容量的には。まあ、乾き具合は多分こっちの方がいいと思うんで、ちょっと土少なめで、こっちにするんだったら土少なめでいこうかな。はい、そんな感じの植え替えでございます。取れるかな、針金さん。よ、どこに巻いてるか全然わかんない。出てこないね。動いてはいるんだけど、マジで出てこないな。どこ、この辺動いてるね。あ、ここに一本いた。よっと、こいつね。こいつまず抜きましょう。あともう一本ここにいるのかな。うんうん、なるほどなるほど。こいつも抜きましょう。で、なくなったよと。 OKOK、 よしよしよし。根っこあんま回ってなさそうだけど、とりあえずね、まあどういう立ち上がりしてるかも気になるんで、一回ほぐしてこいつの本来の姿を確認していきましょう。うわー、ボロボロ崩れる。全然根っこ回ってない。植え替え立てかな。あんま負担かけるのも良くないかなと思うんですけど、まあまあまあしゃあない。水はけ悪い環境の中にずっと置いとく方が多分悪いと思うんで、ここは心を鬼にしてしっかりとまずは崩していきます。はい、ざっくりですが、ほぐし終えました。こんな感じですね。太い根っこね、そこまでないです。
で、ちょっとね、こういう形じゃないですか。まあ、取り木とかで取って、ちょっと刀とかなっちゃってんじゃないかなとかも思ってたんですけど、意外や意外、根っこがね、しっかりしてる。結構ちゃんとしてる。まあ、そこびっくりですね。あまり期待してなかった分、ちょっと嬉しい方に驚いてます。結構、ちゃんとした根っこ生えてる。全面的にね。でもうちょっとほぐしたらもしかしたら肩根とかあるかもしれないですけど、ちょっとまだ土いっぱいついてるんで、水で流しつつね、根っこを追い込んでいこうかなと思います。はい。じゃあ、綺麗にしていきます。はい。水で流してきました。じゃじゃん。根っこね、切ってないですよ、まだ。切ってなくて、水で土洗い流してきただけ。こんな感じで、意外や意外、ちゃんと根っこ出てます。全方位から。しっかりと根っこ出てることが確認できました。こんな感じ。マジですごいですね。素晴らしい。で、問題はね、これ切ってないってことなんですよ。わかりますかね？切ってないのに、この綺麗さ。要は、前に植え替えた時に、まあ、こんな形で、ある程度、こう、さばかれて、で、鉢に入れて、おそらく、この土の新しさからして1年、去年植え替えたのかな、っていう感じなんですけど、まあ、あんまり根っこ成長してないですね。やっぱり、あの鉢だと1年じゃあそこまで、旺盛には育たないよっていうことなんでしょうね。はい。とりあえず、これを縮小して、3号の浅鉢ダウンに入るぐらいまで持っていこうかなと思います。さっきね、こうはめてみたら意外と入りそうだったんで、こんな感じで、ね。一応はまりそうではあるんで、ちょっとはみ出してる部分落として、ちょっと根っこ整理しながらね、太い根っこを落としつつ、こう、カットして、3号浅鉢ダウンに入れていこうかなと思います。はい、根っこ処理終わりました。こんな感じで、めちゃくちゃ小さくなっております。これだと3号浅鉢ダウンでも入るね。こんな感じで入るんで、この形で植え付けていこうかなと思います。よっしゃー。ちょっと待って、思ったんだけど、これプレステラ入るくない？あ、プレステラにも全然入るね。こっちの方がいいかな。土の量も多いし、根っこ育てるんだったらこっちの方がいいかもしれないですね。こんな感じでこっちにしようかな。こっちにしよう。すいません、予定変更。プレステラに入れます。はい、緑のプレステラ持ってきたんで、こっちに入れていきましょう。どれぐらいかな。はい、植え付け完了しました。はい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 。いやー、プレステラ入りましたね。意外に根っこめちゃくちゃ小さくしたんで、少しこっから暴れるかな、若返って暴れる可能性もあるし、ちょっと受精が乗り切らずめちゃくちゃおとなしい時期が続くかもしれないんですけれども、少なくともこの鉢に入ってた時よりは鉢内環境は良くなってるんじゃないかなと思うんで、まあ、この形でね、成長してちょっと培養して根っこもね、育ってってもらえればなと思います。ここから 2,3 年放置かな。もしかしたらすげえ早い勢いで根っこ成長してすぐにパンパンになるかもしれないですけど、まあ最低でも2年は放置かなと思いますね。はい。この鉢からこの鉢へ。どれぐらい？何分の1ぐらいだろうね。土の量的には半分以下になったんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで、大宮大盆栽祭りでゲットしてきた山もみじをでっかい鉢から引っこ抜いてプレステラに突っ込んでみたの回でした。よし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 、いい感じ。はい、
本日の作業は以上です。